はい、こんにちは、弁護士の坂口康史です。令和5年4月1日から自転車に乗るときにヘルメットの着用が努力義務化されたということが大変話題になっています。これ道路交通法の63条の11に新たに規定が設けられたものになります。で、努力義務化ってあんまり聞いたことない、馴染みのない言葉かもしれないですけども、ヘルメットをかぶんなくても罰則などはないけども、できるだけヘルメットをかぶるようにしてくださいという規定になります。これじゃあかぶんなかったらどうなるのって言われると、ヘルメットかぶるようにしてくださいって注意を受ける程度で、まあ、罰金になったりとか、なんか処罰を受けたりってことは一切ありません。じゃあ別に何のペナルティもないならかぶんないで全然平気じゃんって思うかもしれませんが、実は交通事故に巻き込まれてしまった時などに過失相殺をされてしまうという危険はかなり上がってしまいます。例えば自動車の後部座席の一般道でのシートベルトなんですけど、この着用も努力義務なんですね。なんですけど交通事故が起こってしまって後部座席に座っていた方がシートベルトをしていなくて怪我をしてしまったという時なんですけど、まあ、大体 5% から1割ぐらい過失相殺されてしまうので、その例に倣うと、今後自転車で交通事故に巻き込まれてしまった際にヘルメットをかぶっていなくて怪我が大きくなってしまったというケースの場合だと、まあ過失少なくともまあ1割程度は引かれてしまうということになってしまって、損をしてしまうかもしれません。なので、まあ努力義務だからヘルメットなんかかっこ悪いししてらんないよっていうんじゃなくて、まあまあ損をしないという観点からするとヘルメットをかぶるという選択も全然ありなのかなと思います。あとはまあ自分の命を守るという観点からしたら、まあ可能なんであればヘルメットをかぶっていただいた方がいいんじゃないかなと私は個人的には思います。はい。